こんにちは。ミアラ自動車営業の福田です。レーシングドライバーの井下さぎりです。そうですね、京女カップ、あの富士スピードウェイでシーズンでね、年4000やったっけ、5000やったっけ、京女カップに4000参戦している井下選手です。で、今日はね、マリノアシティ福岡というところで、はい、福岡クラシックカーフェスティバルやったっけ、クラシックカーミーティング、ミーティングが、開催されているということで、三原自動車も参加しているので、ある意味地元よね。地元です。福岡市よね。はい、もう近くで、住んでるんでちょっと遊びに来てもらいました。はい、三原賞、まあ、うちはこの、ミーティングのスポンサーもやってるので、三原賞を井下選手にちょっと決めてもらって、まあ、表彰まで一緒に付き合ってもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。今から一周回って三原賞、はい、三原賞を決めていきたいと思います。はい、今回の三原自動車賞はセリカね、710番のセリカです。ということで今から事務局に710番を番号を教えに行ってきます。はい、よし、じゃあこれね。こんにちは、M クラフトチャンネルです。今回の第7回福岡クラシックカーミーティングの三原自動車賞を今回は私が選ばせていただいたので、オーナーさんにも今日お話を伺っていきたいと思います。で、私がこの車すごく魅力的だなと思って一通り見て回ったんですけど、パッと見て一目惚れしてしまいました。なのでちょっとオーナーさんにもお話を聞いてみたいなと思ったので、セリコさん、よろしくお願いします。この車はいつ頃購入されたんですか？これはですね、19年ぐらい前。19年前からずっと乗ってるんですか？はい、この前が、はい、同じセリカのノンターボの ST182 というのに乗ってたんですけども、はい、それがオートマだったんです、はい、で6年間乗ってエアコンが効かなくなって買い替えるっていう時にマニュアルで免許を取ってたので、はい、いつかはやっぱりマニュアル車乗りたいなと思って、はい、あと2週間で車検が切れるってなった時にたまたまこれを見つけて、はい、もうマニュアルその時はもう運転できなくなってたんですけども、とりあえず買わなきゃっていう焦りがあって試乗もせずにこれをくださいって言って、運命ですね。買った時練習を始めるみたいな感じで。この車の好きなところとかありますか？前が黒だったんですけど、はい、白のイメージが自分の中でずっと分からなかったんですけど、はい、ちょっとなんか爽やかな感じでいいかなと思って、今度は白にしようかなみたいな、はい、白もいいかなと思って、はいはい、やっぱりこの形自体が好きなので他の車を考えられなかった。だから大好きなんですね。そうですね。今後もこのままどっか変えてみたいとかはないですか？そうですね、もう今これはほぼ
完成形というかもうこれでいいかな、あとはもう中身のメンテナンスばかりな感じです、はい、あ、はい、もうこれでお気に入りで大事にしよう、外見はこれでっていう感じ、そうなんですね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあセリコさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、宮原自動車行きましょう。エントリーナンバー710番、90年種のセリカ、川村さん、いらっしゃいますか。どうぞ。マイクもう1本出せるか。ここだけ。はい、はい、川村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。どう、びっくりした？びっくりした？びっくりしたよね。さあ、なんで選んだかというのをですね、はい、聞いてみたいと思うんですけど。選んだ理由を教えてください、はい、この車を。私が選ばせていただいたんですけど、一通り回らせてもらったんですけど、私がパッと見て、ちょっと一目惚れしてしまったので、すごい魅力的だなと思って選ばせてもらいました。でも選んだ時、女性オーナーって知らなかったですか？知らなくて、びっくりしました。まさか女性だと思いました。はい、じゃあ、三原自動車賞の商品がこれが、プチエンジ。山口ペンノーマーズってしまいました。はい、渡してください。おめでとうございます。はい、この副賞何でしょうか。ドライブレコーダー、後ろと前と前後で。ドライブレコーダー後ろと前ついてたよね、ついてたよね。なんならつける、もう一個つける。あ、もしくはメルカリで売っちゃう。